どうもロボロフヒロです。今日はロボロフスキーハムスターのまつげくんの1週間の様子をまとめたので、解説していきたいと思います。これ1日目の、まつげくんですね。ちょっと名前はまつげくんにしました。なんか眉毛が凛々しかったので、まあ、ロボロフスキーハムスターもともとなんか眉毛のとこがちょっと凛々しくてケルベルスハムちゃんみたいな言われてるらしいんですけど、まあ、それ可愛いなと思って今回、購入したんですけども、これまだ1日目のもう入れたばっかりなんですけど、すごいはしゃいでますね。なんかゴールデンたちとは全然違いますね。ゴールデンはもうその日のうちぐらいは、迎え入れたその日のうちぐらいはもう隠れちゃったらもうずっと出てこないような感じだったので、でくまこちゃん、まあ3匹目迎えた時はもう3週間ぐらいほとんど出てこなかったので、すごいご飯とか食べてるのかな心配でしたね。2日目のまつげくんですね。なんかちょっとじっとしてこっちに睨んでますね。ただちょっと餌をあのお店で買ったペレットをあげてるんですけど、なんかペレットを食べてる様子がないので、あの隣にある泡の穂っていうんですかね、なんか鳥とか食べるなんかちっちゃいなんか木の実みたいのは、これはなんか食べてるような感じでしたので、まあ引き続き購入してあげていこうかなと思います。めっちゃじっと睨んでますね。警戒してんのかな。いや眠いだけな気がするな。一応うちの子はオスですね。でなんでロボロフ今回購入したかってことで、まあちょっとゴールデンたちやっぱり多頭飼育が難しいなということで、ロボちゃんなら多頭飼育できるということだったので、まあもちろん相性とかもあると思うんですけど、今回ロボロフスキーを購入することになりました。もう全然動かないですね。まあ、でも夜とかになるとだいぶ走り回ったりしてるので、まあ大丈夫そうです。3日目のロボロフスキーハムスターのまつげくんですね。なんかおトイレにあるこまごまとして黒いのはうんちです。もう安心しきって寝ちゃってますね。でこれちょっと水飲みのボトルなんですけど、なんか変えた後なんかこれ何やってんのかなと思ったら、多分あ水飲んでますね。あの上の方について水滴とかを飲んでるみたいで、いやもうそれから脱出しようとしてんのかなと思ったんですけど、脱出しようとしてんのかな登って。でなんかこのボトルのあの水が出ると硬いみたいで、ロボロフの力では、まあ、ちょっと後々気づいたんですけど、なんかなかなかこのボトルだと水が飲めないみたいで、まあ後で変えたんですけど、しばらくもしかしたら水が飲めていなかったかもしれないっていう状況でしたね。まあ、でもよかった、元気で登ろうとしてんだな。すごい元気ですね。4日目の、まつげくんですね。だいぶ警戒心は溶けてきたように思います。あ水、あやっぱりそれが気になるんだね。そこは脱出したいのかな。これでも蓋まあ開けてるんですけど、日中まあ自分が家にいるときは。でもやっぱりゴールデンと違ってこうジャンプしたりとか登ったりとかする力がないので、潜ってるなかなか脱走は難しそうですね。まあやっぱ高さでもそういうの必要だと思いますけど、何やってんだろう。あの登ろうとしてる、あのぐらいなら登れるみたいなんですけど、
もうその上はやっぱちょっと登れないですね。5日目のまつげくんですね。でちょっとこの時もすごいびっくりしたんですけど、あれいないんですよね、あの洞窟の中とか、あの餌皿の下とかトイレの中とか、え逃げたみたいな。なんか昨日ね登れないなんて話してたんですけど、えどこにいるんだろうっていう感じでこう探してるんですけど、このなんか裏とかにも書かれてたんで潜ってるかなとも思ったんですけど、潜るとその辺にあれと思ってで探してたら回し車の下にいました。この隙間に隠れてるみたいです。なんかすごいロブロフは潜るのが好きみたいですね、まあ、ハムスターそもそもなんか穴掘って土の中で暮らすなんかちょっとモグラみたいな生き物らしいんですけど、もうロボちゃんはめっちゃ掘って、まあ、体が小さいからね潜っちゃったら隠れれるみたいなんで、なんかそういうのが好きみたいでした。ごめんねちょっとなんかサワガニみたいですね。なんか石ガバってあげたらあのなんかめっちゃあのわらわら逃げるサワガニみたいな、ほら逃げてる。まあ臆病な性格なので多分隠れないと生きていけないんだと思います。いや、 やっぱ手はまだ怖いですね。あ、餌食べてますね。あのちょっと高いとこに餌を置いたんですけど、まあ一応登って食べれてるみたいでよかったです。で、あの隣に豆苗はあげてるんですけども、豆苗はね食べないですねなんかこれ後々見たらしなびてなんか床に落っこってました。まあわかんない、もしかしたら食べてるのかもしれないけど、ちょっとね食べる量が少なすぎてね何食べてるのかよくわからないので、とりあえずペレット、まあ、かじってはいるんで食べてはいるんだと思います。今もなんか多分ペレットかなんか食べていると思うので、まあ、とりあえず、まあ、飼い主は安心ですね。あ、出てきた。あと、ひまわりの種も食べますね。ひまわりの種は絶対食べます。辛いなる。でも、揚げすぎたら太っちゃうんで、まあ、注意が必要ですね。食べてる、食べてる。よかった、よかった。出てきた。あ、またまた家に帰ってきましたね。掘ってる掘ってる掘って隠そうとしてる入り口を。で、うちに来て6日目のまつげくんですね。これはお水変えた後かな。なんかちょっと飲んでんのかな、飲んでるっぽいけど、なんかほらやっぱ違うとこに水滴を舐めようとするんですよ。だから飲むのが下手くそなのか、やっぱあのボトルをこう押す力がないのか、多分あの上についてる水滴を舐めてるんですね。だからこう僕の指につけてをやるとほら舐めるんですよ。喉は乾いてるんです、めちゃくちゃ多分。どっちうまく飲めてないから。だからこう指につけて舐めるんで、逆にあれこれで仲良くなれるんじゃないかみたいな、指への恐怖をなくすっていうか、まあそんな作戦を思いついたりした日でしたね。で、7日目のまつげくんですね。もうだいぶ潜ってます。これなんか回し車のあの下とかにもまたどこ行ったと思って探したら隠れてて、ちょっとお砂、トイレ砂じゃなくてお砂入れてあげました。もうロボロフはどこでもおしっこするんで、回し車回しながらでもおしっこするみたいなんで、もうお砂場ではあんまりしなそうなんで、
逆に入れてあげました。またね、ロボロフスキーの成長の記録投稿していきますので、よければチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。今日は最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。